皆さんこんにちは。武田邦彦非公式ブログへようこそ。本日お送りするのは、自公過半数割れであの人が総理に、です。解説は、参議院議員の浜田聡氏です。それでは、動画をご覧ください。もうすぐ投開票の衆議院議員総選挙、自民公明がなんと過半数割れの可能性が出てきました。そうなった際に、新たな連立の可能性も指摘されておりますし、玉木雄一郎首相の可能性なども出てきております。そんな中、歴史的に確認しておきたいこととして、40日構想、こちらを、チェックしておきたいと思います。もう1年も経たずに、次の解散があったという、そういう興味深い歴史的事実でございます。今回ですね、夕刊フジの、ね、記事を少し紹介させていただきます。過半数を、割る可能性があると、自民公明がですね、ということで、その時にですね、連立拡大、野党は延命拒否ということで、取っている記事が出ております。で、中を開くとですね、さらに、石破おろしで玉木首相誕生、あとですね、自民の連立画策野党は拒否という、このあたりは、紹介したいと思いますが、かつてですね、その、歴史的には40日構想という、そのケースにちょっと近いのかなと思いまして、というのも、選挙結果において、大惨敗、政権交代されるほどの、敗北じゃないんですけれど、一方で、過半数割れという、そうなればやっぱりね、現状を考えれば大惨敗ということになります。で、かつてそういうことがあって、自民党内で、40日構想というのがありました。それは1979年になります。で、いろいろと吸ったもんだがあってですね、結局1年も経たずに、衆議院がさらに解散してしまって、その時にですね、自民党が大勝したというものがあります。ちょっとですね、衆議院総選挙のですね、かつての歴史というのをですね、衆議院のウェブサイトの方を見てほしいんですけれど、ここですね、昭和54年9月7日に、総選挙を、してるんですね。で、その後ですね、その翌年、55年の5月19日にもまだ総選挙をね、していると、衆議院選挙をね、しているということでございます。はい。失礼しました。解散か。はい、解散を、しているということで、ございます。ということで、なんでこんな短期間で解散したんだということなんですけれど、言ってみればハプニング解散ですね。自民党内でね、ごちゃごちゃあって、首相指名をどうするかというところを中心に揉めて、で、それでですね、結局野党がですね、当時社会党だと思うんですけれど、成立しないと思ったけど、不信任出したら自民党が乗ってきてしまって、不信任が成立して解散してしまったというものになります。ということで、ちょっとね、ウェブリオ辞書っていうのをですね、ちょっと紹介。したい、すいません。ウェブリオ辞書でいいのかな。はい。こちらですね。デジタル大事典ですね。こちらが、端的にまとまっていると思いましたので、紹介したいと思います。昭和54年、1979年に自民党内で起こった140日間に及ぶ派閥間の争い。ちょっと画面の方はちょっと切り替えますね。はい。続き読み上げますね。同年10月7日の衆院選敗北の責任をめぐって、主流派の大平派、田中派と反主流派、中曽根派などが、激しく対立した。で、補足説明でですね、選挙戦当初に大平正芳首相が一般消費税導入を訴え、世論の反発を招いたことから、自民党は過半数割れを喫し敗北。首相の退陣を求める反主流派に対し、主流派は続投で譲らず、自民党は首相候補を一本化できないまま、大平と反主流派が推す福田、武雄の二人が首班指名選挙に出る異例の事態となった。首相には大平が再選されたが、組閣は難航し、構想は11月半ば過ぎまで続いた。両者の対立感情は構想後も解消されず、翌年5月に野党が否決を見越して、
内閣不信任案を提出した際、自民党反主流派が本会議を欠席し、不信任案は可決。あ、そうですね。ちょっと自民党が乗ったというのはちょっと違いましたね。はい、失礼しました。まあでも、不信任案が可決。大平内閣は衆議院を解散し、これがハプニング解散ですね。初の衆参同日選挙に打って出たが、選挙中に大平が心筋梗塞による心不全で急逝。自民党は衆参両院で安定多数を確保する対象を収めたということで、まあ当時のね、まあ大平氏がですね、まあお亡くなりになったということで、まあちょっと弔い合戦みたいな意味もあったんですかね。はい。まあ5月に解散して結局6月22日、まあ選挙ということで、まあ衆参同一、初の衆参同一だったと、まあそういうことも含めると、まあいろいろとですね、まあ歴史的には重要なね、ところなのかなと、思います。まあまあとりあえずね、今回はまあ同じことが起こるかっていうと、まあそれはね、条件がね、全然違うので、まあそこは、そんな単純なものではないとは思いますけど、まあ一つのね、参考になるといいんじゃないかなと思います。まあちらほらね、やっぱり40日構想の話はインターネット上でもね、まあ出てきますので、まあ、この機会に知っておくといいのかなと思います。まあ私も今回初めてね、知りました。はい。ということで、ちょっとこちらのね、まあ、こちらを紹介しましょうか。はい。ということで、与党過半数割れなら石破おろしで玉木首相誕生ということで、まあこれ昨日のね、夕刊フジですね。衆院選27市投開票での自民党の選挙は、選挙戦序盤から中盤にかけて明らかに悪くなっている。FNN 富士ニュースネットワークが19日、20日に行った情勢調査によると、自民党の単独過半数233議席は厳しい状況で、自公与党の過半数維持をめぐる攻防となっている。合同調査をした産経新聞も、自公過半数割れもという目出し、また朝日新聞が同時期に行った調査でも、自公過半数微妙な情勢だ。読売新聞が先週15、16日に調査を行った際は、与党過半数の見通しと見出しで、同時期に調査した毎日新聞、日経新聞、共同通信も同様の予測だった。わずか1週間弱の間に与党過半数が危なくなってしまった。まあ、結構ダイナミックに動くもんですね。はい。はい。で、記事戻ります。与党過半数割れになるとどうなるのか。まず、過半数を確保するために、連立の組み替えをしなければならない。日本維新の会か、国民民主党に入ってもらうか、それとも立憲民主党との大連立か。石破茂首相自民党総裁の責任問題も浮上する。すなわち石破おろしが始まるかもしれない。政権の中枢にいる菅義偉副総裁、森山博史幹事長らは先日の総裁選で石破氏に惜敗した高市早苗前経済安保大臣を後継にしたくはないだろうと言って他の総裁選メンバーを後継にするのは筋が立たない。だから岸田文雄前首相の再登板もあり得るのではないか。選挙のたびに指摘されるのがメディアの事前予測が及ばずアナウンスメント効果だ。これは有権者が事前予測で強そうな政党、候補者に投票して自分も勝ち馬になろうとする勝ち馬に乗るケースと、弱い政党を負けさせたくないと考えて応援する、方眼びいきのケースの2つがある。これは面白いことで、ことに欧米では政治だけでなくビジネスの世界でも広く見られる現象で、勝ち馬に乗るをバンドワゴン、サーカスの音楽隊効果、方眼びいきをアンダードック、統計のかませ犬効果と呼ぶ。今回有権者が方眼びいきをしたら与党で過半数を確保し、石破おろしも先おろしとなる。問題は勝ち馬に乗る場合だ。予測で立憲民主党が小選挙区で、自民党に競り勝っているというのはわかるのだが、それでも候補者が少なく第一党にはなれないだろう。つまり自民党中心の政権は続く。むしろ怖い存在は国民民主党で議席倍増の勢いがあるという。国民民主党の玉木雄一郎代表は21日政策の実現へ入閣を条件に連立に加わる考えは全くないと明言した。まあまあ、これは多分ね、選挙中なので、そう言うしかないですよね。はい。まあ、記事続いていきますね。はい。だが、私がこれまで何度も書いてきたように、国民民主党は、自民党に連立入りを、お願いされたら入閣ではなく、首班を要求しなければダメだ。
まあ、この記事書いてるのは平井文雄さんという方です。はい。すなわち、玉木首相の誕生である。これだと石破氏が首相ではなくなるので、自民党も石破降ろしをしなくて済むという利点もある。余計な政治エネルギーを使わないでいいのだ。勝ち馬に乗る場合は、これが最も座りのいいシナリオではないということで、まあ、興味深いね、ところだと思います。まあ、とりあえず、まあ、ここはね、まあ、ああだこうだ考えても、まあ、仕方ないのかな。まあ、どうなるかよりどうするかっていうのはね、まあ、重要だと私は常々思っているので、はい。ということでございます。はい。まあ、ちょっと記事の続きでですね、自民の連立画策、野党は拒否ってところを読みますね。はい。衆院選で自民党と公明党の与党で過半数割れするとの情勢予測を受け、石破茂首相、自民党総裁ら、党執行部は危機感を強めている。森山博史幹事長からは、野党との連立を画策する発言も出ているが、野党側は揃って拒否した。立憲民主党の野田佳彦代表は22日、内閣不信任決議案を提出した対象の政党と組むのは基本的にはあり得ないと述べた。国民民主党の玉木雄一郎代表も連立を否定する一方、良い政策には協力するとして部分連合には含みを残した。日本維新の会の音喜多駿政調会長は政権を組む可能性は限りなく低いと話した。はい。いうことでですね。はい。まあまあ、とりあえず、まあ、自民党、公明党で、まあ、過半数割れ起こす可能性が、まあ、あるということみたいです。はい。ちょっと、まあそうですね。一応 JX 通信もですね、なんか確率をね、出してたんですよね。ちょっとそちら紹介します。はい。こちらですね。まあ、JX 通信社の米重さん。のポストになります。今日時点の自公、まあ、これ昨日のポストですけど、今日時点の自公過半数割れの確率 70.9%、当選確率シミュレーターなどをまあ使って、はい、確率をまあ推移してきたということで、ね、当初に比べると、まあ、10月21日から22日にかけて一気に、過半数割れの確率がね、まあ、上がっているというのは、まあ、非常に興味深いところかなと思います。さて、いかがでしたでしょうか。今の状況だと、自民公明で過半数割れは避けられないでしょう。あとはどこの政党と連立を組むかですね。以上、武田邦彦非公式ブログでした。チャンネル登録がお済みでない方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。